サンフレッチェ広島サッカースクールで子どもたちを指導する2人のコーチ、皆さんもうお分かりですよね。平重隆一さんと丸谷拓也さんです。平重さんはコーチとなって1年が過ぎました。勉強になることがたくさんありすぎて、本当にあっという間な1年間でした。サッカーを教えることも、もちろん大切だと思うんですけど、なんか子どもたちのこう話を聞いてあげたりとか、なんかそういう部分がすごく大事なんじゃないかなっていうの、まあ、会話は何でもいいと思うんですよ。なんかサッカーのことだったり、例えば、今日給食何だったとか、宿題今勉強何やってんのとか、 なんかなるべくこうスクール生一人一人に、まあ、1時間という短い時間ですけど会話をできるようにはしてます。丸谷拓也さんは昨シーズンをもって現役を引退。この春からスクールコーチとして子どもたちを指導しています。やっぱプロに なれたのも、スタートしたのもサンフレッチェが最初でしたし、まあ、本当にたくさんの経験をさせていただきましたし、まあ、それはもうサッカーだけじゃなくて、もう自分プライベートなことから、やっぱり社会的なことから全てを学ばせてもらったのはやっぱりここだったので、なんか本当にいいタイミングで声をかけていただいたので、はい、全然指導者のライセンスとかそういうのも全然持ってなかったんですけど、まあ、でも何かしたいな、恩返ししたいなっていう思いはあったので、はい、挑戦させていただくことにしました。はい、現役時代とは異なる環境、スクールに通ってくれる子どもたちの個性や思いを感じながら、サッカーをはじめスポーツの楽しさを伝えようと、毎日が試行錯誤の連続なのだとか。自分の、まあ、感覚でどうしてもこう伝えてしまったりとか喋ってしまうと、伝わらないというか、僕たちだったらその一つのパスでナイスパスって言って何か伝わることはあっても、子どもたちから取ったら何がナイスパスなのとかっていうのがやっぱり分からないだろうし、まあ、そこを本当にスピードが良かったのかとか、出したところが良かったのかとか、そういう細かく伝えてあげないといけないっていうのはすごく感じましたし、やっぱり本当に子どもの目線というか、そこに合わせてしっかり喋らないと伝わらないんだなっていうのはすごく感じました。はい、じゃあ結構子どもたちの前でこうスクールの前は緊張したり、いや一番最初は緊張しましたね。でその緊張が伝わって、入りが絶対うまくいかなくて子どもたちもええみたいな感じになっちゃって、はい、ちょっと頭真っ白になった時ことはありましたね。はい、りゅうちゃんもありました、そういったそのもう真っ白になった緊張ってありました当時？いや、あります、あります、全然、はい、緊張しましたね。はい、割と、はい、なんか現役のサッカーの試合とはまた別の、現役の時はあんまそういう試合とかで緊張とかはなかったんですけどね、なんか変な緊張はありましたよ。はい、でもこれ聞いてちょっと僕安心しました僕も小学校3年生の時に、スクールに入ったんですけど、まあ、当時のことは、まあ、やっぱ今でも覚えてるんですけど、やっぱそのコーチ、まあ、当時横内コーチだったんですけど、もう本当、子どもたちのプレーに対してやっぱり褒めてあげる、こうで、まあ、ミスに対しても、もっとこうやったらできるよとか、そういうなんかこう前向きな声かけをすごいされてたのは未だに覚えてるんですけど、まあ、それがやっぱりサンフレッチェのサッカースクールの、まあ、一番のいいところなんじゃないかなとは、僕も思ってるんで、まあ、これからも変わらずというか大事にしていきたいところです。はい、新型コロナウイルスの影響でスクールの活動も中断していましたが、その期間中には
子供たちと選手のリモートミーティングも実施。またクラブ公式 SNS のストレッチ講座動画には2人が登場し、ファンの間では話題となりました。お腹にしっかり力を入れることも意識してください。なかなかいい掛け合いちょっと肩めのね。言ったら僕はあれですよ、あれが初指導かもしれない初指導かもしれない指導者の道を歩む2人にこれからの目標を伺いました。まずそのサッカースクールにこう毎週毎週こう行きたいとこう思ってくれるようなまあスクールだったり、そういうスクールにしていきたいなとは思ってますし、あとはやっぱり子どもたちのこうのびのびとしたこうサッカー好きでサッカーやりたいっていう気持ちをこう前面に出せるようなその、まあ、雰囲気作りだったりとか、まあ、そういう形の、スクールコーチになれたらいいかなと思ってます、はい、やっぱサッカーをやる上では龍一さんもそうだったと思うんですけど、まあ、現役選手もやっぱみんな口揃えて言うのがやっぱサッカーを楽しんでやるのが一番っていうことだと思うんで、まあ、その子供たちにやっぱサッカーの楽しさとかを伝えることができたら一番いいと思いますし、あとは、まあ、さっきも言いましたけど、こう年を取っていってもやっぱあのスクールに入ってよかったって思ってもらえるようなスクールにしたいなというのは思います、はい、ビッグルで育った子供たちの中でどう、まるちゃん出てほしいですね。 J リーガー出てほしいですね